だって、今言ったセリフはね、この次元でしか言ってないでしょ。だから、この次元でしか実現せんよね。だから、みんながね、そういう風にしたかったね。この次元からもう変えたらあかんのよ。他の次元では言ってへんから、それ実現せんよね、実は。でしょ？あんなうちめったに言ってないでしょ？それ言った次元は、あ、この次元だけじゃないね。あと二つか三つあるけど、それ以外は、全然言ってないし、ここまで生きてへんね、しかも。ほとんどの場合、この時代までうち生きてへんから、この後の時代。ね。だから、原発使いすぎたら、うちが死んだ次元ちゃう。でもそこで終わり。ゲームオーバー。安倍さんは知ってんの、うちが生きてた次元、どういうこと、どういうこと、どういうこと。そこだけを言ったり来たりした。で、あんだけ集めたんだ。最近、特にその際に忙しいから。 じゃあ、うかつにって。ちゅうか、しかもやで、うちが生きてる次元少ないけど、殺されるから、あんたらにはな。あんたらに殺されるから生きてんやろ。で、他に、それとか、ほんまに核で死んだ事件もあるから、そんなにいかんしてはって、自分との、特に田中のな、そのから早死にさせられてな。で、まあ結局、そのから死んだから神となって守ってんねんで、この世界を。物質も守ってるぞってな、わかるやろ。ちょっと物質さんが入ってるかな、今の感じは。でしょ、わかるでしょ。で、結局、うちが今言ったあれな、あれが実現する次元は、あれ言った次元しかないねん。じゃあ、他の次元に、この後の首相が動かしたら、もうあれ実現せえへんねん。あれって何っても言われへんねん。残念さー。